ええこれ2200円、いやー買うでしょう。本番いきます。おーかっこいい。これが2200円で買えるってなかなかないよね。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、福袋2021サリューさんの福袋を開けていきたいと思います。パイパイ。はいはいはい、はい、こっちかな。でっかい。おお、ラッキーバッグ。こちらはですね、福袋専用のものなのかな。おお、おお、かっこいい。これが2200円で買えるってなかなかないよね。結構ガッチリいってる。でここはちゃんと木製、この手の持ち手とか本物の布、あと裏側もねしっかりとしてるんだよ。かっこいいこれ。はい、でこちらのサリューさんの福袋なんですが、なぜ監督が購入したかと言いますと、昨年からですね福袋動画たくさん撮っておりまして、今年もですね、まあ、前回購入したものを購入するプラスなんか別のジャンルも買ってみたいなと思いまして、今回ですねいろいろと漁っていたところ、でこのサリューさんの福袋なんですが、3種類出しております。こちらがですね A タイプのトランクですね。他にもですねバスケット、あとおうちボックスというものもあります。まあ、全てですね2200円で買えちゃうというですね、これは普通に家にね置いてあってもめちゃくちゃおしゃれだし、まあ、収納としてもね、ここに物入れて例えばお尻にしまうにしても全然いいと思います。かなりコスパがいいかなと思います。サリューさんはですね初めてこの福袋を知った時に、こういったお店があるんだなっていうことを知りました。サリューさんのテーマがですね、毎日インテリア、何気ない日常でも愛着があるインテリアと過ごすことでその時間が豊かになる、その時の気分に合わせて気軽にインテリアを選んでもらいたい、日々日常を大切にするためのインテリアをサリューは提案します。実際にですねこの福袋ですね店頭で購入してきたのですが、ちらっとね店舗も見ましたところ、まあ、結構おしゃれでかつコスパがいい商品がたくさん並んでおりました。今回はですねちょっと時間がなかったのですが、あこれいいなと思ったらちょっと購入してみたいなと思いました。このトランクですね2200円なんですけども、この中にさらにですね雑貨が5点入っております。ではですね中を開けていきたいと思います。何が入っているのかは全く今分かりません。この時点でもう2200円分の元は取れてると監督は思ってますので、ではですね、いやかっこいいくねこれ、かっこいいでしょこれ、これ本物だよね。あこの辺はちょっと甘いかもしれませんね。では開け方どう、これ開け方、あここパッチンだ、パッチン、今パッチン取れた。で開けます。はい、おお、あなんか結構入ってんな。まずは一番でかいやつから、なんだこれは、なんかいろいろ使えそうなものですね。ちゃんとここ木製、これいいね。続いて、おお、あーこれこういうの欲しかった、フェイクの本、えめっちゃいいじゃんこれ。ここはもちろんフェイクだけどもいいね。あいいよこれ、いいな。おお、あ木の匂いする、これすげえ嬉しい。そしてペンギンのキーホルダーが付いておりました。ラストか、あこれも何かすぐ使いそうな、いてなんか使えるな、もうどこでも使えるグッズ、いいね。はい、こちらがですね全体像なんですけども、いやすごいなこれ、ちゃんとここもきっちりできてます。あなんか出てきそう、もうこれここからは開かないのね、ガチャンと開けてなんか出てくるみたいな、これ自主映画で使おう。監督なんですけども、名前の通りですね映画のチームでですね映画を撮っておりまして、今までですね80本以上の自主映画を撮っております。概要欄にですねリンク貼っておきますので、もし興味がある方はですね見てください。使いてえな、もうむしろこれでなんかストーリー考えてもいいかもしんねえな。ハリーポッターのなんか新しいやつなんだっけ、なんだっけ忘れたけど、このトランクからなんか出てくる、これいいな、これかっこいいな。アンティークな服装でもう着飾ったやつがこれ持ってるだけでもなんかすげえ絵になるし、あとこれ見て、この光が当たった感、これすごくいや、いいわ、いやいいわ。これ入ります、中入りますね、もうね大満足です。2200円かこれ、
とりあえずこれは買いでした。来年2022年もですね販売されるんだったらちょっとこれはねチェックリストに入りましたね。というわけでですね、サリュさんの福袋を今回開けさせていただきました。いや、おすすめです。興味がある方はですねちょっとサイト貼っておきますのでご覧ください。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね今現在は福袋動画をたくさん出しているのですが、普段はですね映画とかアニメとかガジェットとかおすすめしたい商品を出しております。もう本当に監督自身がこれいいなと思ったものだけを選んで届けていますので、もし興味がある方はですねチャンネル登録をして他の動画も見ていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。